富山の堀公道です。今回は富山市議会議員の木下明弘議員がですね YouTube を始めたということでお話ししたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、机物色事件でね、話題になった、木下明弘富山市議なんですけども、12月2日の北日本新聞の記事にですね、YouTube チャンネルを開設したということが書いてあるそうで、同じくね、YouTube をやってる堀公道としてはかなり羨ましいんだけどね、記事になってね、なんか羨ましいんだけど、早速チャンネル登録してみました。はい、ということでですね、チャンネル名は、未来の議会、富山市議会革命と、いうことで、1本目の動画がですね、日付が11月24日になっておりますので、おそらく11月24日にチャンネルを開設したんじゃないかなと思います。はい。で、今回ですね、この木下市議が YouTube で何を話すのかなと思って、動画を見てみました。で、そしたら、まずは、机物色事件のね、に関しての謝罪。で、そして、理念、キャッチフレーズとか、ありまして。で、あとはですね、新しく富山市議会議員を目指す方へと、いうことで、堀公道にとってはね、非常に気になる、内容、なので、木下市議の動画は 1.5 倍速から2倍速ぐらいで、今後全部見ていこうかなと思います。はい。で、動画説明欄の方にですね、木下市議の YouTube チャンネル、未来の議会、富山市議会革命っていうね、このチャンネルのリンクがありますので、興味がある方はご覧いただければと思います。はい。ということで、あと一つだけ言いたいことなんだけど、木下市議に一つだけね、言いたいことがあるんですけど、動画のコメント欄がオフになってます。なので、オンにした方がいいと思います。以上です。富山の堀公道でした。ありがとうございました。